YouTube 始めます。はい、あ、かぶっていいです。はいっすね。一般に、ね、よく見かける車だとは思うんですけどね。三菱自動車ですね。はい、よく高速道路なんかでもね、結構走ってるじゃん。かっこいい。あ、この感じ、なんかすごいあれですね。いろいろ、いらないもの、いらないものは省いてやったという感じですか。うん。ね、かっこいいですね。囚人みたいな。155mm 砲で、これが年間。これは一体何なんですか。共同開発、イギリスとドイツと。あ、なるほど。よーし、でもない。あ、書いてある。書いてあったね。でも、声によって、そういう敵があるの。そうですね。なんか、まあ、メールも似たようなやつ使ってる。いや、これはすごいよ、でも。ね、医学にも見ることはできなかったものですね、これ。まあ、医学にはまたちょっと違うんでしょうけど。うん。トラックですね。これは、よく高速道路で見るんですか。でかい。輸送車になる。あ、こんにちは。すごい、すごい格好ですね、もう。バッチバチじゃないですか。なんかもう僕が恥ずかしいぐらい、申し訳ないぐらいな感じになってるんですけど、すごいですね、お二人も、お二人も靴まで。じゃあ、こういうのがお二人は好きな、やっぱり、はい、大好きです。大好きですか、やっぱり。はい、もう自ら自衛隊に、ちゃんとしようかと。はい、あ、そうなんだ。ちなみに、どこに陸海空、今、陸か海か迷ってるところです。陸一択で。一択で、もう、もう志は一つだと。ちなみに海軍は結構金が止まってたよね。止まります。そう聞いてますね。ね、はい。1.4 倍ほど違うと思う。同点手当がもらえる。なるほど。あ、そういうのもあるんですね。お金使うこともないし。ああ、なるほど。あ、そういった部分はやっぱ若い頃からね、こう将来考えてるんですね。はい。すごいね。え、今は15です。15歳。そんな早くからもう。自衛隊って何歳ですか。16。18か。高校生ぐらいあるよね。なんか、はい、高等工科学校。うん、ああ、なるほど。え、もうそこに行かれる予定で。いや、じゃあ、そっちは落ちてしまったんで。ああ、なるほど。なるほど。はい。はい、じゃあもうね、日本の未来は100しかった感じでいいですかね。そうですね。尖閣諸島お願いします。なるほど。すみません。ありがとうございました。あ、まあ、突然インタビューで。さっきのっちゃんもなんか、ね、後半に来たの。この車両何ですかって聞こうと思ったら、急にこう、触れると、あんまり、そう、だから喋ると。ダメなんでしょうね。やっぱり言えない部分もあるんでしょうね。だからその、書いてあるパネルのことだけっていう範囲だけで。うん、まあそうでしょうね、やっぱり、ね、YouTube 全世界につながってますから。はい、今回はここまで。次回はスピちゃんが自衛隊になっちゃう、それとインスタグラムも始めたんでよろしく。それでは、それではまた。いつもスピチューブ見てくれてありがとうな。これからもよろしく。